ガクトのゲーム、ガメセンテル。さあ兄さん、1年間のガメセンの締めはやはりこちらでいきましょうと。ロックマンです。さらにロックマン過酷だよねもうワイディステージまで来ましたから、ぜひ行っていただいて、全5面ぐらいですかね。兄さん、ちなみにいい缶全部用意しておきました。すごいね。はい、何してん。これ P でも良さそうでしたね。飛べます。はい。すごい飛びます。実況中継です。危ない。やばいな。この感じでハードナックルでいけるってことですね。もしかして、あー最低あー最低だー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 当たんのかな。うわー、危なね。何がねだよこんなどうでもいいとこでつまずくとは思わなかったな。来ました。 RJ 回復処理がいいですかね。次はボスは何でやるべきだったんだっけ。ボスはちょっと待ってくださいね、すぐ調べますんで。シャドウ、これだ。シャドウブレードですかね。どんどん速くなっていくということですね。楽勝っぽいですね、これは。意外とややこしい。どんどん速くなってきます。なんだよ。あと1回ぐらいでいい缶を投入した方が良さそうな気もします。ため息OK ーもういった、楽勝です。ここはでもロックマン2の Y ステージより簡単な気がしますよね。そうだな、いい感もなかったですし、かなり過酷だった記憶が。
今日のガメセンテルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック。今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。